門前エントランス。ガラスドアと新中製のドアノブはホテルオリジナルであり70年以上現存する。雲前観光ホテルは長崎県雲前市小浜町雲前にあるクラシックホテル並びにそれを運営する企業である。1932年、当時の鉄道省観光局は日本への外国人客誘致による外貨獲得のための国策として 日本各地に15のホテルを建設しようと計画した。これにより、政府による低金利融資を受け上高地や琵琶湖をはじめ、日本各地に外国人向けホテルが建設されることになるが、その一環として、日本郵船が運営していた上海航路などにより、外国人客が多く訪れていた運前にも、洋式ホテルの建設が決定した。国から融資を受けた長崎県は、 県選出の大義士で大阪の同ビルホテル経営実績がある銅島ビルジング社長、橋本貴蔵に建設と運営を依頼。1935年10月10日、国有地及び県有地約3200坪の敷地に雲善観光ホテルが誕生した。雲善国立公園が、日本で初めての国立公園として指定されたその翌年のことであった。 近代設備が整った豪華県ランラホテルは、継承運善の恵まれた自然に囲まれない外の評価も高まり、多くの品格を迎えた。その中で、ハンガリー文化施設団、メゼー博士は、運善の絶景とホテルを絶賛したという、運善の自然は実に素晴らしい。南欧チロルの山の美に、リビアの海の美を加えたようなものだ。崇高な世界美というものは、 東洋的美と西洋的美が一体となったものだと思うが、雲仙でこれを発見することができた。東洋的であり、西洋的であり、しかも何ら不自然さがない。との言葉を残している。しかしホテルの安らぎは長くは続かなかった。戦争へ突入した日本で軍の徴用施設となった雲仙観光ホテルは、戦後引き続き中流米軍に接収され、休暇ホテルとして使用された。 1950年に接収が解除され、営業を再開。同年、国際観光整備法に基づき、政府登録ホテルに登録された。1954年3月には映画化された、全国的な人気ラジオドラマ、君の名は、第三部運転の舞台にもなっている。また、1961年4月24日より3日間、長崎県を訪問した昭和天皇、 高潤工合夫妻を迎えた。1979年、日本建築学会より、近代日本の名建築に選ばれ、建築は建てられた時代を象徴する総合芸術で、あるとともに、歴史を伝えるモニュメントでもあるとの評価を受けている。2003年、国の登録有形文化財となったのを機に、新しく、ノスタルジアというコンセプトのもと、大リニューアルを行っている。 開業当時のホテルの姿に戻すべく、客室の全面リニューアルと、浴場やダイニング、廊下を改修。開業時あった、図書室、同級室、映写室を再現した。2007年11月には、経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。日本の在来建築に、アルプス地方に見られる、スイス山小屋風のデザインを融合。地下及び1階は、 RC 作りで、骨材は丸石。2.3階は木造。外観は、柱や、梁、車材など、木造骨組みをそのまま外部に出す、ハーフティンバーギ法と雲前の溶岩石と、杉や、ヒノキなどの丸太を組み合わせ、落ち着いた雰囲気に仕上がっている。内部は、床材に米松、手すりは、インドネシア産の鉱木材、ジェルトンなどの建築資材を用い、各所に、 超な削りと呼ばれる日本の伝統的な技も見られる。ドアノブの位置は床からの高さ135センチメートルと明らかに日本人ではなく欧米人のサイズになっている。竹中工務店設計志向の第1号となったホテル。設計は沢田俊夫。高い天井と200畳の広さを持つダイニングルームはかつてダンスパーティーも開催され社交の場としての役割を 果たした。数花乱を取り入れたフランス料理、和食が楽しめる。ありがとうございます。